にちは。今日は P の足のソニカをちょっと触ろうかなと思ってるんですけど、ですね、この間ね、ちょっとサブチャンで出たかな、出たか出てないかわかんないんですけど、ソニカっていうね、ダイハツのね、ちょっと不思議な不人気車を買ったんですよ。で、なんでソニカ買ったかっていうと、まあ、ちょっとまあこれはちょっと今度話します。今度は別のシリーズで話すんでお楽しみにしてください。ということで、じゃあ今日ね、やっぱりこれ買い物用と、まあ、用としては買い物用とか、その辺ちょっとコンビニ行ったりとかする用の足なんですよ、これ。で、まともな足がないんで、まあその辺フラフラ行く用の足で、やっぱりほらフラフラ行く用でもさ、まあいろいろいじりたいじゃんね、やっぱり。ということで、ちょっと今日いろいろ紹介します。ソニカの内装なんですけど、こんな感じです。意外となんかさらっとシンプルな感じで、特に別に最近の系と違って、おしゃれ感はないけど、まあ別に見て変じゃないかなっていうぐらいですね。まあちゃんとオートエコもついてね。で、今回これをつけたんですよ、これ最速ナビで。もともとこれ純正、違う、純正じゃなくてストラーダ、なんか古いストラーダがついてて、これは使えんなと思って、で今回これね、ヤフオクでね、めっちゃ安かったの。これ701V か、V701W かな、このワイドのタイプで、最速ナビ、全部俺の車最速ナビなんだけど、これワイドのタイプだからボタンが横にあるタイプで、これが4万5000円、4万5000円即決の、しかも地図データも更新していいから、パスワード教えますんでどうぞみたいな感じで、すごい安いの買ったんです。で、まあ一応こんな感じで、これなんかフリップが壊れたみたいで、前の持ち主が、でこれ修理したらしい。で修理して戻ってきたばっかで、袋にとか箱に入ったままで出品されてて、でまあ一番新しいデータになったナビが今ちょっとついてるんですけど、ナビ自体はね、ちょっとそんなに新しくないんで、 701W ワイドのタイプなんで、なぜかアイチャラの車には新しい方がついていてね、俺がそのまま開けちゃったから、アイチャラに。でアトレも、これも同じナビです。はい、でやっぱりこれ使い勝手がいいし、まあこれもまあみんな見てると思うんで紹介は省きます。で今回まあここまでやって、ちょっとね、でもね、音がすごく残念。ちょっと音聞いてみますか。音すごく残念。このフリップさ、多分だよ、なんかワイドがよく壊れるような気がする、見てると。そんな気がするでござんすよ。でここに SD を入れましょう。ここに入れるでござんすよ。これカチッと、で今入ったんで、ちょっと聞いてみますか。で、まんまこれ今ノーマルスピーカと。まあこんな感じで聞いてもらったんですけど、今日ちょっとつけるスピーカー、まずソニカフロントバッフルちょっと作ってもらいました。これこういう MDF でね、この専用のバッフルを用意しました。でフロントね、これスピーカー変えるときはこれでいいんだけど、リアがちょっとソニカだけじゃなかったかな、なんかの車もなんだけど、 K のリアって要はこのバッフルがついと入らない車のが大概多い。で今回こうやって薄くしたものをここね、厚さを変えてリア用でバッフル作りました。これはい、作ったと俺が作ったわけじゃないけど、作ってもらったんだけど、で一応この厚みとこれがフロント、薄いよねこっちのが、はい。でこれはリアに使います。でソニカリアスピーカーがなかったの。なんならツイッターもさ、カバーで穴が開いてるのにさ、外したら何も入ってなかったっていうね。で今回つけるスピーカーなんですけども、もう決まってるんだな、これが。はい、じゃじゃん、中道ですね。中道って言って、多分今最近ね、なんかこっちか、こっち向きか、中道、はい、なんか今中道って言って、うお中道じゃんとか言う人はあんまいないと思う、正直いないと思う。っていうのがね、中道って昔ね、俺昔好きだったんだけど、結構高級オーディオで、なんだろう、ハイエンドオーディオっていうの、なんか
すごい高級 CD デッキが20万円とかスピーカーが十何万円とか、まあなんだろう、今で言うところなんかわかんないけど、すごい高級オーディオだったので、その高級オーディオが今今はこれ日本では作られてないんです。これ US オーディオになってて、中道なのに、中道っていうなんかもういかにも日本人の名字みたいな感じなのに、今日本で作ってないんです、残念なことに。でもう今日本ではそんなに人気ないし、どっちかというとアメリカですごく中道人気なの。なんか日本製品これなんかすごくいいみたいな感じの、あとブランドだよね。でなんか海外の人はこの中道すごいいいっていう評価をしてくれてる、その日本のものいいっていう。だからこっちで多分ロックフォードとかのキッカー使う感覚で、これ反対バージョンでね、向こうで中道を使うみたいな感じで、これも結局 US オーディオになってるんで、今別に日本で使ったから別にどうこうってことないで、クオリティとしてはロックフォードとあんまり変わらない。ででも高いモデルもあるんだけど、高いモデルでも別にそんなにまあまあまあって感じです。で今回まあ一応ね、他にあんまりつけていないんで中道で、俺結構このね中道使うんです。で結局ここ16センチあるんで、買い合うと結構 16.5 センチでつけにくいんですけども、これだったら16センチちょうどなんで、ここにこうパチッとはまるかなという感じですね。ここではいはまりますね、はい、これで取り付けたいと思います。でまあこれはいいとして、まあこんなね、まあ何使っても結局この同じようなもんだから、ちょっと重量結構重いね。でもそうね、重量もまあまあマグネット重たいからね。でリアスピーカーもちゃんと買いました。リアスピーカーはこれこれ、まああのコアキシャルタイプの 2way ですね。あのまあ後ろは別に俺乗らないから別にね、どっちでもいいんだ、あのただ鳴ってない、ないとないで寂しいから一応つけとこうかなっていう感じです。であとツイーターは、そうこれがめっちゃ苦戦した、汚れてるしめっちゃやば。で待って、スッと当たる、これやば、最悪。はい、ツイーターは作ってきました。これピラーにこんな感じで埋め込んできました。でこれソニカここにもともとあったんだけど、すごいちっちゃくて、このままあのホール袖ぶち抜いたら奥が当たっちゃうの、このここが当たっちゃって、あのツイーターが入らないから、ちょっと底上げして作ってきました。夜中に一生懸命なんかもうカシ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 かかってて、だいぶ荒がだいぶ荒があるんですけど、まあそこは自分の車なんで気にしないでください。まあこんな感じでね、また塗装してあるんで、すごい応急処置、なんだろう、急ぎで作ったんで。であとあの最近雨降ってて塗装が乾かない乾かない、はい、梅雨時期だったんでね。まあこんな感じでとりあえず借りて作ったんで、イメージどんな感じなんだろう、こんな感じ。あでもいいんじゃない、まあまあ人の方向いてるし、こんな感じでいいと思う。はい、中道のついたここにセットしたんで、こんな感じです。さあということで早速つけていきましょうか。まああの今回ね、すいません、あの別にこれは動画に撮ってないんで、別にその普段俺 DIY で動画撮らないし、あのなんせあのめんどくさい、これもそうで撮ろうか悩んだんだけど、まあソニカネタらしいかなと思って、あの本当にね作業、本当1時間の作業でカメラ使うと2時間かかっちゃう、倍使うかかっちゃうから、もう本当に俺はやり方の説明しないから、まあなんとなくこんな感じラフィー感じやるんで、まあよかったら見てください。じゃあちょっとね、次回一回ここで切ろうかな。次回はこれちょっと軽くつけていきたいと思います。じゃあ次回お楽しみに。今日はこのスピーカー買いましたよ。あとウーファーも買った。ウーファーは家にあるんでまだつけてないです、配線が取れてないんで。中道ちょっとこれ音良かったら皆さんぜひ使ってみてください。値段も高くないです、これ1万2、3000円くらいかな、1万2000円くらいかなで買えるんで、まあまあわりかしいいと思います。マグネットもしっかりしてるし、はい、じゃあ次回お楽しみに。さよなら。So I said no, 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 it was supposed to be my plan. So girl, what did you do to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute!